せていただきますか。皆様お分かりになりますか。このようにですね、ハローキティチェキで撮影をしようとすると、今の佐々木さんのように11月1日はなんとキティちゃんのお誕生日なんです。ご存知でしたか。キティちゃん、女性ホルモンがね、そこら辺のいい男に抱かれるよりもだいぶ出たんじゃないかなと思います私はね、彼氏なんかがいた時なんかにね、よく手作りケーキを作って、まあ何ですか、手作りケーキで余ったクリームだとかスポンジとかで、まあ、私の体にデコレーションしたことありますけどもね、私の体にデコレーションして、みんな2人で彼氏と食べたことはあります。印象的な誕生日でした。はい、斬新ですねちょっと笑ってちょっとかなりね、強烈なエピソードをいただいた後で申し訳ないんですが、佐々木さんいかがですか。それに対してのコメントですか。あ、いえいえ、お誕生日です。いいな、そちらも置いていただいて。